はい、どうも、エツキンです。エピック7、メンテナンスの告知が来ました。メンテナンスが11月の28日ですね、12時半から、18時頃になっています。でですね、この、メンテナンス告知と合わせて、イベントの告知もありましたので、ちょっと内容の方をね、おさらいしていこうかなと思います。まず、召喚について。これは、挙げた通り、ピックアップやはりメンテ後から、ベローナ来るみたいです。で、それとともに、古代物、高貴なる鉄線というものも、ピックアップされるということです。ベローナが 1%、鉄線が 1.05% となっています。で、仕様は同じですね。この、ピックアップ召喚では、ベローナだけが星5は出ると。いう感じになっています。で、注意するのが、ベローナと、高貴なる鉄線は、ピックアップ期間終了後に制約召喚に追加されるので、ベローナも欲しいし、他の英雄も欲しいから制約召喚を回すっていう人は注意してください。ベローナは出ません。ピックアップの、ガチャでしか出ないようです。確定召喚のシステムは変わらないですね。天井が120回となっています。で、性能もちゃんとした、日本語バージョンが出ているので、改めて見ていきますが、まあ、間違いはなさそうですね。敵単体ダメージ、最大生命力に応じてダメージがアップすると。で、集中というゲージが5以上の場合は、これスキル3を発動するみたいですね。なんで、スキル1を打った後に、集中が5個溜まっていれば、スキル3が自動で発動するのかな。そうなるとかなり強いですね。2回スキルを使ってくれるっていうことになるのであれば、かなり強いと思います。で、スキルには、敵全体と、弱体効果免疫を一旦付与と。で、スキル3が 65% の確率で、防御弾を2ターン付与と。ですね。強いですね、これ。かなり強いですね。思ったよりも強いかもしれません。で、高貴なる鉄線の効果がちょっと見えづらいですけど、氷属性に攻撃する場合、ダメージが 16% アップと、なってます。まあ、特攻になるみたいですね、さらに。まあ、そんなに、どうなんでしょうね。氷相手だったら強いかもしれませんが、あまり汎用性はないかもしれません。はい。で、イベント。鎖をほどく、鍵となるものはというイベントが来るみたいです。参加条件がプレイヤーランク9以上。まあ大体の人は大丈夫だと思います。で、イベントの遊び方が、サブストーリーにあるマップを探索し、イベントアイテムを集めて報酬と交換しましょうと。まあよくある形式ですね。イベントマップを回って、落とすアイテムで、報酬と交換するというようになっています。で、強化効果、まあ、特攻キャラという、いわゆる特攻キャラが準備されているみたいで、ベローナに関しては攻撃生命力防御力が 50% アップ。で、攻撃力と、最大生命力 30% アップが、セズ、アラミンタ、ラッツ、リンと、なってますので、このキャラを持っている人は、ぜひ編成に組んでみるのがいいと思います。まあ、ただ、イベントをクリアしたいからベローナを引くっていう必要はないとは思います。そこまでの特攻ではないと思うので、まあ、ある程度楽になるよというぐらいだと思います。で、ステージ難易度もありますね。初級、中級、上級と。まあ、上級が一番やはり効率は良さそうですね。そしてイベント報酬も、ステージミッション報酬があります。これは、まあ、他のノーマルクエストとかと一緒ですね。クリアすれば、そこのステージごとに報酬がもらえると。で、エリア報酬もあります。ステージミッションの星、10個あるので、星が30個ですかね。30個集めれば、全部報酬を獲得できると思います。まあ、書いてないので何かわかりませんが、まあおそらくゴールドと天空石と、あともしかしたらモラゴラの種とか、もらえるかもしれません。そして肝心の交換所ですね。
割と良さそうなのが多いですね。まず特殊素材結構あります。火竜の激鱗、呪いの灰、スライムゼリー、そしてぜひ取っておきたいのはモラゴラの種、金色の幻影。ここの2つは絶対取りたいですね。まあ交換回数も1回なんで確実に取っておきたいと思います。で、木のルーンもいくつかあります。まあ木のルーン困ってる人はここで集めるのいいと思います。あと制約のしおり、かける5が3回、15個分ですね。これもぜひ取っておきたいですね。で、ペンギンと、古代物の狭小石。ここもちょっと欲しいですね。入手頻度があまり高くない2つは、ぜひ取っておきたいです。そして一番重要なのがゴールド。無限です。もうここで稼げるだけ稼ぎたいですね。25000ゴールド。と、一応2500ゴールドもありますが、まあ、レートは変わらないので、まあ、集めるだけ集めたいところです。稼ぎ時ですね。で、あとイベントミッションもあるみたいで、まあ、クリアすれば、これだけがもらえます。まあ、ここもゴールドとか、レアの特殊素材、あと石、製薬のしおり、銀の伝承石、この辺全部欲しいものばっかりなんで、ぜひミッションは達成したいところです。イベントがここまでですね。まあ、割かし、あと、特殊素材とかも落ちるみたいなんで、まあ欲しいものがあれば、ぜひここは周回どんどんしていきたいところですね。スタミナ、今のうちに、受け取れるものは使わずに置いとくっていうのも出たと思います。僕も結構今ちょっとスタミナが溜まっているんで、ここのイベントで全部消費しようかなと思ってます。はい。で、続いてキャンペーン。装備無料付け替えキャンペーン。これ嬉しいですね。いろいろ付け替えたりしたいところあるんで。まあ、例えばサブキャラの育成とかも、装備付け替えて、できるんで、かなりこれありがたいと思います。そして英雄育成キャンペーン来ましたね。全体持続効果に、以下が付与されるということで、まずゴールド獲得量 30% アップ。29から30日の1日だけ。で、ルーンの獲得量 100% アップ。なんで、この日は、ルーン集めですかね。ちょうど全属性の精霊が解放されるみたいなんで、ここでちょっとルーンをいっぱい貯めときたいですね。で、次の日が、経験値の獲得量アップと、素材ドロップ、装備作成素材なんで、この辺はワイバーン周回とか、ですね。で、その次の日はまたルーン獲得量で、さらにその次の日は素材ドロップという感じなんで、まあ、ルーン集め、素材、ルーン集め、素材という交互に来るので、それぞれの日は、間違える、周回するところを間違えないように、周回したいところです。特に装備素材は、できるだけ集めときたいですね。あと、ルーンも結構使うんで、あらかじめ今のうちから育てるキャラを、あらかた見ておいて、まあ、どれぐらいの量がいるかを、見ておくっていうのもいいと思います。はい。続いて、機能更新、追加ですね。迷宮が実装されます。今実装されている第5区画のボスを倒した上で、特定のクリアポイントから迷宮をクリアと。今、探索が 100% に、なってる人は、ワープできると思うんで、楽にすぐ次行けると思います。でですね、迷宮のコンパスは、3つまで保持できるので、まあ、今日まだクリアしてないとか、まあ、明日の分は消費する人いないかもしれませんが、明日のコンパス使わずに置いとく方がいいと思います。この新しいところで使う方が良いと思います。そして深淵。これも41階から50階までが解放されるということです。そして一番ちょっと気になるのが闘技場ですね。新シーズン開始と、今までですね、プレイシーズンという感じで、本来の報酬もらえなかったんですが、ついにシーズンが始まるというところで、今回のシーズン名が名誉というシーズンが開始されるみたいです。それに合わせて闘技場限定装備っていうのが、出てくるみたいなんで、これはどうなんでしょうね。対人特化になった
装備なのか、それともオプションがちょっと固定化されたいい装備なのかちょっと分かりませんが、まあ闘技場限定装備というぐらいなんで、闘技場に特化したものなんじゃないかなと思います。本格的にこの制服の証、まあ、集めて、交換ぜひしたいですね。結構制服の証スタミナとか交換してなくなってきてると思うんで、ちょっと今のうちに集めておきたいところです。はい、こちら開始日程が12月2日なんで、まあ明日はまだですね。なんで今のうちから、集めておく方がいいかなと思います。はい、そしてここからが、修正内容になります。幻影のテネブレアのスキル強化時の、効果説明文が、訂正されたと。実際の効果には変更はないということなんで、だいぶ違いますね。全然違いますね。まあ、実際は、ステータスがアップするという内容だったようです。で、セズのスキルさんの説明文、これ僕おかしいと思ってたんですよ。訂正前、今の原文だと、クリティカルダメージ与えるなんで、確定クリティカルだと思ってたんですけど、明らかに出てなかったんで、まあ敵によってクリティカル抵抗とかあるのかなと思ってたんですけど、単に間違えていっただけみたいですね。普通にダメージを与える確定クリティカルではないということみたいです。これ非常にややこしいです。騙されてました。はい。で、デスティーナも、これもまあ効果は変更ないですが、変わったみたいですね。アクションゲージ 15% アップとか、あとは、そんなもんですか。そうですね。弱体効果の数かける 15%。ああ、はいはいはい。これだとすごい数になっちゃうからってことですね。実際は、状態、弱体効果を解除して、アクションゲージを 15% アップということらしいです。あと、結構気になっていたフリック入力できない問題。あと文字入力の関係とか、あと一部 UI テキストを修正されたと。まあ、これちょっと嬉しいですね。日本語フリック入力とか、文字入力の文字選択とか、直ったみたいです。はい、という感じで、ついにイベント、いろいろキャンペーン来るんで、ここでお金を貯めたりとか、素材貯めたりで一気に装備揃えていくのがいいかなと思います。で、闘技場も新シーズン来るんで、これ装備がですね、みんなこのイベントでおそらくかなり揃うと思うんで、闘技場より難しくなると思うんで、今のうちに稼ぐのであれば、制服の証を稼いでいた方が良いと思います。はい、というわけで、イベントの内容を、復習しました。というわけで明日のイベント、楽しみに待っておきましょう。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。